し、海外にも精通をしております。このような民間感覚を都政でも生かしてまいります。東京都政でも身を切る改革、しっかりと前に進めてまいります。身を切る改革で生まれた財源をもとに、教育の無償化、高齢者福祉、障害者福祉の充実をしっかりと図ってまいります。日本維新の会、松田龍介でございます。それでは車の上に、多摩市から参りました東条市議会議員、車の上に戻ってまいりましたので、マイクをバトンタッチしたいと思います。よろしくお願いいたします。蒲田駅ご利用ご通行の皆様、こんにちは。日本維新の会、松田龍介でございます。今本人に助けを受けまして、蒲田駅東口、今手を挙げて来ておりますのが松田龍介本人でございます。では皆様お一人お一人にですね、チラシをお配りをさせていただいております。いよいよもう最終日に迫りました東京都議会議員選挙でございますけれども、松田龍介、昨年の補欠選挙を先輩からですね、その1年間もう雨の日も風の日も勝ち続けてきた松田龍介であります。どの候補よりも、もうありがとうございます。もう一番ね、活動してきた松田龍介、ありがとうございます。もう本当にたくさん松田龍介触れ合っていただきまして、ありがとうございます。お力をいただきました、日本維新の会の松田龍介でありますけれども、いよいよもう再来週ね、スタートしております東京都議会議員選挙でございます。さあ、今皆さん、この緊急事態宣言下でありますけれども、このコロナ禍での都政、どうだったでしょうか、振り返ってみていただきたいと思います。本当にね、皆さんに我慢我慢ばかり押し付けている、そんな政治だったのではないでしょうか、ね、外に出るな、ね、8時には帰れ、酒は出すな、店は閉めろ、皆さんにこうして我慢と自粛ばかりをお願いをしてきた、そうした政治だったと思います。そして十分な保障もないがしろにされてきた、こんなことができるでしょうか皆さん。しかもその都議会議員は、ね、4月5月言われなくても自粛してたんですよ。休業していた、1日も議会開かなかったんですよ。これだけの緊急事態、そうした中で自分たちが仕事をしていない、本当に休業自粛をお願いをしておいて、ね、自分たちは頼まれなくても開店休業状態、ね、これでいいんでしょうか。私は、私たち日本維新の会、そして松田龍介はこうした区議会にね、喝を入れなければいけない。そのために今この松田龍介、毎日蒲田駅に立たせていただいております。ありがとうございます。松田龍介本人でございます。ありがとうございます。頑張ってまいります。ありがとうございます。次から次へと、松田龍介にお声掛けをいただいております。ありがとうございます。日本維新の会、松田龍介で、ございます。私たち東京維新の会ですね、その都議会議員選挙に向けまして、維新発作、ね、維新といえば選挙発作から始まりますけど、維新発作、掲げさせていただきました、まあ、その目玉となりますのが東京立休プラン。まずはこのコロナ禍で傷んだ皆さんに、まずは緊急的な手当をさせていただきたい。2兆円規模の財政出動させていただきます。じゃあそんなお金一体どこにあるのって言ってるだけじゃないの。確かにそうなんです。今いろんな野党がね、もうあれやります、これやります、なんとか太郎さん15兆円やります、言ってますけど、じゃあ一体その根拠、財源の根拠はどこにあるんですか。こうしたことがね、しっかりと説明できなければ、これは無責任な政策なんですよ。私たちはこのしっかりとこの根拠も皆さんにお示しをさせていただきます。ご地元柳瀬博文、そして音喜多駿参議院議員も長らく都政に携わってまいりました。東京都のことよく熟知をしております。今小池さんね、1回目の緊急事態宣言で東京都の財政調整基金でほとんど使っちゃって、もう東京都お金ないんでしょ、貯金ないんでしょ、皆さん思いかもしれませんけれども、そんなことないんですよ。まあ、東京都ね、やっぱりこの一極集中言われている中で、東京都が抱えるこうした財政予算、
もうたくさんあるんです。28兆円ある言われてるんですね。東京メトロの株式はじめ第二庁舎にはいろいろな公営企業が入っている。こうしたところを民営化して県と無理無駄を省いていけば、その2兆円十分に捻出をできる。そうしたお金をしっかりとですね、もう皆さんに手当てをさせていただきます。この東京レスキュープラン、この松田龍介歓迎させていただいております。一丁目一番地のこの維新の政策調整にこの時点で訴えてまいりたい思っております。それでは最後お待たせをいたしました、松田龍介本人より皆様にお伝えをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。関東市東口ご通行中の皆様、こんにちは。来週、再来週の金曜日からスタートいたします、東京都議会議員選挙、ありがとうございます。7月4日の会場の東京都議会議員選挙、その時から昨年に続き挑戦を予定しております日本維新の会の松田龍介と申します。この1年間の東京都のコロナ対策、国の対策もそうです。果たして皆さんは納得できたでしょうか。上から目線の自粛要請、休業要請、負担だけは一人前、ただ補償の問題についてはないがしろにされ続けてきた、これは半人前、東京都のコロナ対策だったんです。もちろん小池都知事も未知とウイルスの感染、1300万人、1400万人、東京都の舵取りが非常に困難を極めると思います。ただやはり納得できない。本来であれば東京都のコロナ対策、議会が軌道修正をしていく、実施要請、休業要請だけでは皆さんの生活、ありがとうございます。自爆戦からも大きな手を使っていただきまして、ありがとうございます。実施要請、休業要請、これに対する保障があれば、まだ私たちは納得できたかもしれません。ただやはり現場目線の不要不急の外出を控えてください、この一辺倒だった。残念ながらこれが今の東京都の実態なんです。もちろん東京都できなければ仕方ないと思います。ただ東京都には皆さんの生活を支えていく、保障の売上補填を行っていく、これだけの力は十分にあるんです。ただそれをやってこなかった。そして本来であれば今の東京都政コロナ対策に軌道修正をして、そして活動を入れていく、これが議会の役割なんです。議会が役割を据えないこの東京都、そのせいで私たちの生活はこのコロナ禍、10万円配られて、あとは自分たちの力で頑張ってください。これが今の東京都の政治の実態なんです。私立党維新の会、松田龍介、落選から1年、そのお宅内を歩いてきました。さまざまな皆さんの声聞いてきました。しっかりと7月4日投開票、東京都議会議員選挙では皆さんの思いを東京都政に全力で伺ってまいりたいと思いますので、引き続き皆さんのご声援などよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今回の機会にあたりまして、川崎市が県政一角をお借りしてお伝えさせていただきました。ご声援いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。